い、こんにちは。スプレーアートでのベラちゃんとメちゃんです。ベラちゃんのメキシコのおすすめの観光スポットを紹介したいと思います。イエーイ。15年前ここに来て、めっちゃすごいと思った、から15年後に来て同じなのかな、ちょっと見てみたいと思います。チャパスのエルカニョン、エルカニョンデルデルスミデロ、スミデロ、じゃあちょっと見に行きましょうか。オッケー、オッケー。1300円でした。1300円で何するの？まだ分からなくていい。分かるよ、船飲んだよ。落ちるの？落ちるよ。いや全然危ない。どうしたよ。お、私たちは一番前に行くよ。危ねえ。じゃあ始まります。リオグランデって書いてあったから大きい川ってみたいな。大きい川ってみんなバカ賢いのね。よえ、シーホースの形だって。あ、シーホース見える見える見える。え、左を見てください。あー、左は一番すごいね。あ、ここ一番綺麗な見えるところです。4.5メートル。わー、今ね、その口が開いてるのは、あのこの船が近くにいるから、近くにあるからもう警戒してんの。おい、来んじゃねえよ、来んじゃねえよ、おい、しないでよ。さっきから開いてる。あ、そう。